相馬焼のこう顔みたいな部分ですから、まあ、それをこうちゃんと次の台にこうつなぎたいとか、あるいはこれが相馬焼の馬ですよっていうのをこう見てもらう、こう、まあ、大事な仕事なのでね。大堀相馬焼いかりや窯の山田真一さん。先祖代々受け継いできたふるさとの伝統を守り続けています。まあ意外とこう相馬焼っていうのは福島県の人のこう生活の中にすごくこうまあ割とこう身近に息づいてたというか。浪江町の伝統工芸品、大堀相馬焼。その特徴は表面を走る無数の青ひび、御神馬が描かれた狛江、そして二重焼き。その技法は300年余り途絶えることなく受け継がれてきました。原発事故で帰還困難区域となった浪江町大堀地区。震災の翌年、私たちは一時帰宅する山田さんに同行していました。窯は壊れてないですね。相馬焼のその作業場って土間なんですよ、下が。だから割とこうひんやりしてて、こう湿気を保っておけるんですよね。慣れ親しんだふるさとを離れ、前を向いて進む。そう心に決めた瞬間でした。伝統の火を絶やさない。山田さんは避難後もその歩みを止めることなく活動し、去年11月には白河市に新たな工房を設けました。しかし、月日の経過は大堀相馬焼に影を落としています。なりわいとしてやってきた相馬焼、やめたくてやめたわけではなくて、やっぱりしょうがなくて再開できなかった窯元さんがほとんどなんですよね。震災前は23軒あった窯元も、現在活動しているのはわずか9軒。気がかりなのが窯元を支える職人の減少です。まあ、ろくろ職人さんが震災で少なくなってしまったり、あるいはその遠くに行っちゃったとか辞めちゃったとかっていうことで、その作ってくれる人がいないことにはやっぱりこう産地としてはどん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 苦しくなっていきますから。伝統工芸の危機、それを乗り越えようと力を入れたのが担い手の育成でした。やはりその閉鎖的でね、あまりこう他産地から新しいこう窯元であったり職人を迎え入れなかったっていう、そういうところからこう変えていかなくちゃいけないっていうふうに思うんです。山田さんの工房に若き職人がいます。兵庫県出身のろくろ職人、吉田直弘さん、26歳。ここでしっかりいいものを作んないと、結局窯元さんが売るときに迷惑かけちゃうんで、そういう意味ではプレッシャーありますね。京都の大学で陶芸を学んでいた吉田さん。大学3年の時に大堀相馬焼の窯元を訪れたことが人生の転機を迎えます。もともと関西の方には二重の湯飲みとか、まあ、焼き物っていうのがなかったので、そこでまず衝撃を受けて、もっと技術がこっちに来れば上がるのかなと思いました。大学卒業と同時に白河市に移り住み、現在は窯元になることを目指し、日々焼き物と向かい合っています。自分がこうただの商品を作ってるんじゃなくて、まあ、その人たちの生活の思い出の一部を作ってるような感覚になったので、だから、そこで途絶えちゃう、そういう人為的なものとか外部の影響でこの伝統がなくなってしまうっていうことの方が、僕は辛いと思ったので、
まあできるなら僕が次の人に伝えれたらいいなと思ってます。師匠の山田さんも吉田さんの成長を陰ながら見守っています。若いし、やっぱりこういう人がこれから相馬焼をこう背負っていってくれる存在なんじゃないですか。ここに来なかったら多分そんなに陶芸本気でやってこれてなかったんで、まあ、こういう環境でなんていうか自分を成長させることができたんで、すごい感謝してます。ねえ、うん、俺が感謝してる。はい、ありがとうございます。これまでどんな困難でも脈々と受け継がれてきた大堀相馬焼。山田さんは新たな歴史の1ページを若い世代に託します。まあ、自分は自分がやれるだけのことをやって、まあ、その姿をなんとかこう次の世代の人にも見せながら、相馬焼をまた次の代まで続けていってもらえればなというふうに思ってます。